今日は、朝ね急に起きて、9時に行きたいと思って来ました。現在時刻は12時半なんですけども、めっちゃ遅いスタートですよね。なぜかというと、今日はね星翔さんに、登ります。というのもですね、まだ一度も星翔さん登ったことないんですよね。まあ、九十には何回も来てるんですけど、この牧野と登山口から、中岳だとか、九十山とかは行くんですけど、結局なんかスルーしてしまっていつも それでね、なかなか登るチャンスがなかったというのもあって、今日はね星翔さんに登っていきたいと思います。今日のね、気温が今12時半ぐらいなんですけど、16度ぐらいで、天気はこんな感じでね、風もちょっと強いです。で、こちら側はね、青空がちょっと見えてるんですけど、こう来るとね由布岳が見えない感じで、三股山もね隠れてますね。上がガスってます。はい、なんか、秋の気配がね少しするような感じで、ね、めっちゃ気持ちいいです。はい、じゃあ今からねちょっとこの地獄のね登山をちょっと決めたら登っていきます。牧野とから 0.7km で、九十三まで 3.1km なので、2.5km ぐらいかな、星翔さんまではね。はい、ではそれでは参りましょう。今気温が 12.5 度、結構ね寒いですよ。でもね登山するには本当気持ちいい感じの気温じゃないですかね。はい、よしよいしょよいしょ。いやいや、ここからのね景色もね結構いいんですよ。九十のね、稜線が見えるとこで、ずっと稜線を歩いていって、西千里ヶ浜へ出て、それから星翔さんかな、西千里ヶ浜の手前か、手前ぐらいから、星翔さんの方に上がっていく感じですね。はい、先日雨が降ったせいか、結構ね登山道が泥んこになってますね。まあ、そこまではないですけど、若干滑りやすいかなって感じですね。こんにちは。まあまあこのぐらいだったらまあ許容範囲かなっていう感じです。こんにちは。今二日山の、山頂付近に来てます。で、今日はね、二日山はスルーして、星翔さんの方に向かいます。
You know, we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see. ここからはね、もうずっと、フラットな道が続いていく感じですかね。やっぱこういうね、標高差が少ない山が好きかな。ここを右に行けば、九十三の方かな。はい。で、左に行くと、星翔さんの方にね、行くんですけど、いつもね、ここ通り過ぎて行くんですよね。で、今回は星翔さんを、目指して行くので、左の方に向かっていきたいと思います。はい。レッツゴー。なかなかここはね、急登でございます。はい。ただやっぱ最近ね、登山をするのでだいぶね、この急登にも慣れてきたというか、きついんですけど、だいぶね、登り方とか、そんなのもこう考えながらね、自分のペースで登っていくというね。まあ息は上がってますけど、うん、まあ最初の頃よりかはちょっと体力もついてきたかなという感じです。よいしょ、うん、こうちょっと振り返るとね、ずっと稜線が、歩いてきた稜線がね、ずっと見えますね。気持ちいい。さあ、もうちょっと頑張ろう。もうちょっとでね、山頂に着く予定ですけど、さっきね、すれ違った方が、もう頂上はすぐそこですよって、お声かけいただいて親子の方かな、多分お父さんと娘さん、はい、楽しく登山してるみたいでした。よし、もうちょっとだということなので、はい、また山頂ついて回します。よし、日が見えてきた。ちょっと風があってね、聞き取りづらいかもしれませんけど、星翔さん1762メートル、登頂しました。よし、はい、
下山をして、避難小屋の方にね、こう出るルートがあるみたいなので、そちらの方に、降りて、それから、西千里の方を通って、下山しようかなと思っております。はい、ということで初めてのね星尾さんでしたけど、結構めちゃくちゃ多分ガスもなかったらね、見晴らしもねすごい綺麗なとこだと思うので、はい、皆さんもぜひ一度、お越しください。はい、ということで下山します。星尾の窓はどこかな、こっちでいいんかな。